心図書館は、高木信隆による日本の漫画作品。メディアワークス観光、月刊コミック電撃大王にて、2000年4月号から2002年7月号まで連載された。単行本は、全3巻、ファンブック1巻。2001年には、テレビアニメ化もされた。原作。 アニメを通じて講述する理由から脚本家の黒田洋介が脚本として作品に参加している。2013年にはワニブックスより全2巻の新装版として最短広本化されている。人里離れた山奥にある小さな図書館。そこには穏やかで優しい、いいな、しっかり者のあると、そして図書館と同じ名前の心が司書として働いている。 この師匠三姉妹と、それを取り巻く人々とが織りなす心温まるほのぼの物語。運名義で発行していた、高木の同人誌を高く評価していた、脚本家の黒田洋介が、高木が会社を退職して、漫画家を目指して、修行をすると本人から聞き、実力があるのに今から漫画家修行をするのでは、遅すぎるとして、知り合いである、月刊コミック電撃大王の編集長に、 高木の売り込みを行った。編集長モブユの絵柄は評価しており、すぐに連載に前向きな返事が得られた。この時黒田はシナリオを書くことを指示され、これを引き受けたことで連載が具体化した。黒田によれば、高木から退職の報告を受けてから連載が決まったことを高木に連絡するまで1時間半の出来事であったという。こうした経緯から黒田が原作、 アニメを通じてこの作品の脚本を担当することとなった。担当声優はアニメ版のもの、ジョルディの日記の登場人物2001年10月からテレビ東京で放送、全13話。途中シリアスな展開がなされることもあるが、基本はまったり癒し系アニメであり、回答は登場したが、悪人が一人も登場しない物語。全話の脚本を書いた。 黒田洋介によると、全く毒のない物語にするため、かなり苦労したというコメントがある。黒田洋介、コミック、心図書館ができるまで、心図書館、ファンブック P48 写真撮影が趣味で腕も、確か、プロ顔負けの機材を持っている。オリジナル、S ガーデン。2016年5月6日閲覧。心図書館、ファンブック P78 の対談より、 黒田洋介、あの将校、すごい顔してましたね。北山茂心図書館のキャラじゃねえだろ。って、心図書館、ファンブック P69 の対談より、第13話は ATX でのみ放送。ありがとうございます。